皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室集客、あれこれ手を出す人ほど成果が出にくい、そのわけとは、ということについてお話をしてみたいと思います。どのタイミングで、成果、収益ですね、の数字をチェックしていくかっていうのは、人それぞれあると思うんですけれども、例えば3ヶ月ごとにしっかり、もちろん1ヶ月に一遍はちゃんと見るんですよ。でそれのもうちょっと大きなターム、3ヶ月とか6ヶ月とか9ヶ月1年っていう形で、見ていくところで数字を追いかけていくんですけれども、その数字を追いかける上でタームが短い方が取り返しはしやすいんですよね。タームが長いと、それをこうすごく大きな穴ができてしまっている時には取り戻すのにも時間がかかってしまっているので、短い単位で自分の現状を把握するっていうのが、まず大事ではあるんですけれども、その際に例えばその数字的な部分を見た時に、うまくいってないな、できてないのっていうのを改めて実感するシーンっていうのがありますよね。すごくこういつもいつも日々、特に教室の先生とかはですね、普段のですね、レッスンのための試作もあったり、レシピ考える、お買い物に行って、で実際に作ってみて、でそれが募集をかけてレッスンが成り立って、でそのレッスンのためのまた準備とか、私なんかパンもやってましたから、迷子ねとかで、コネキを使った講座だったので、発行から始めるものとちゃんと、スタートからやるものと2種類でずらすことによって、なるべく待ち時間を少なくしようというタイムプランを組んでいたので、生徒さんが来る前の前ごねがだいたいいつも7時とか7時半とかにこね始めるっていうことをやるためには、その計量が前日に終わってるから当日の朝7時とか6時半とかにはやらなくてはいけないような、そういう生活をしていて、非常に忙しいっていうのはよくわかるんですよね。だから日々の集客の追いかける方をすごく一生懸命になっていて、数字が後で気がついて、あれこんなに忙しかったのになんでちゃんと売り上げが上がってないんだろうとか、収益が出てないんだろうってふと後で気がつくっていう方も結構少なくはないというか、むしろ多いっていう感覚があって、でその時にいろいろ傾向とかを振り分けて考えていくと、いろんな要因とかはあるんですけど、その中の要因の一つに、あれこれ手を出す人ほど成果が出にくいっていう、データというか、私のこういろんな事例ですね、クライアントさんの事例とかを見ていて思うところがあったので、今日はそのあれこれ手を出す人ほど成果が出にくいわけっていう、これをテーマにしてお話をしてみたいと思います。まずですね、あれこれ手を出すっていうのは、どういう話かっていうと、私の方で教室集客の部分のベースっていう時には、無料だから一応 SNS ですね、ソーシャルネットワークシステムですね、こちらの方を中心に、集客をする方法をお伝えするわけですよね。なぜならば無料だからです。大概教室の先生とかはものすごくこうバーンとブレイクする手前だったらですね、そこまで広告宣伝費にめちゃめちゃお金がかけられる人っていうのは少なかったりもするんですよね。本当は同時にやっていくといいんですよ。 SNS の、自分で自力で地味に頑張る手法と、プラス広告とかで加速をつけるっていうやり方が本当はおすすめなんですけれども、広告ってうまく運用できないとですね、ザルのように、ザルじゃないや、ザルを通す水のようにザクザクお金がどんどんなくなっていって、効果出ないよねっていうのに気づいてしまうので、広告の運用は、この SNS ある程度こうやって、キャッチコピーが分かったりとか、文章の作り方が分かった後でもいいかなっていうことで、私は皆さんに教える時には後で教えているんですけれども、加速をつけるように広告あるとして、例えばじゃあ SNS、いろいろあります。スタンダードとかブログがあったりとか、インスタグラム、フェイスブック、ツイッターとか、いろんなものがありますね。で、その都度、流行りとか、今は
丸々集客だとかっていうとですね、まあその時のまあ流行りの集客方法、特にインスタなんかここ3年ぐらいですよね、特に言われ始めるようになったのは。そうすると、こう皆さんがブログ集客をやってた人とかもですね、ガガーッとそっちに移行してしまうケースとかもあったりしますよね。なので、そのある程度成果を出している状態の人がですね、まあ、そっちに行く分には何ら問題ないんですけれども、あまりこう成果が出てない状態でですね、そちらの方を「お、流行りだ」って言ってガッとこう移動してしまうとですね、結局ここがもしかして育ち始めてたのにもかかわらず、こっちに移動するとまたゼロからやり直しになるんですね。だから例えば、その私もたくさんメディアは持っています。それは入り口を増やす理由があってやっているんですけれども、要は自分のお客さんの属性に近い人がどこの媒体にいるかっていうのをちゃんと選んでやってます。私が一番強いのはやっぱりブログと YouTube なんですね。見てもらえる確率が高い、検索される確率が高い媒体だからです。で、それを書いたものを拡散するのに Facebook 使ったりとかはしていますけれども、 Instagram はコンサル業としての自分っていうものを見せていくのにはあまり向く媒体ではないですね。だけれども、パンの時に Instagram ってそんなに私やっていなかったんですが、後から出てきたツールだったので、その時だったら多分すごく効果的に使えた。要は業種業態で使うべき SNS とかも本来は違うんですよね。なのに、例えばこう成果が出るのを我慢しきれないというか、確実に出るかどうかっていう100%の保証はないんですけれども、この人の場合にはこういう形で SNS は使うと多分いけるよねっていう方向を、例えば私が示したとしてもですね、地道なんですよ、 SNS のって。早くて3ヶ月、6ヶ月かかればやっぱ1年とか普通なので、その間地道にこうコツコツやることが耐えられないタイプの人とかは、そういう流行りの話とかを聞くとやっぱ飛びつきたくなる、短絡的にパッと集客できそうな気がするからです。なので、飛びつくのは別に構わないんですけど、これをやりながら飛びつく分にはまだいいんですけどね。大概そんなに器用にいろんなものを次々にこなせる人は、教室やられてる先生は少ない傾向にある。私はやっていたんですけれども、それはかなり時間計算を綿密にしながら展開をしていったからっていうことが一番大きな要因だったんですけど、ビジネスをもともとやったことがない方は、その時間管理がそもそも難しいので、これをやってダメかなって思ってて、続けなきゃいけないのにこっちやっちゃう。そうするとまたゼロからやり直し。で、これがまたなんかいまいちうまく出ないなって言って、今度こういうのがいいよって言うと今度こっちやる。で、ここを渡り歩いてしまうと全部ゼロからになってしまうので、せっかく積み上げたものとかも止まっちゃったりとかするんですよね。だから我慢ができないっていうところと、退屈な継続をしきれないっていう 地道にやんなきゃいけないとこはやんなきゃいけないんですよね。で、じゃあなんで成果が出ないのかっていうところなんですけども、その業界特性によってライバルが強かったりとか、たくさんの同じようなことをやってる人が多いと、見つけてもらうのに時間が当然かかってしまうので、時間がかかる場合もありますし、その際には要はコンセプトをもっと強いものにしとけばよかったっていうのはあるんでしょうけれども、どうしてもそれをやりたいっていうことになると、そこを頑張るしかないので、そうすると量で勝負するかスピードで勝負するか、どっちかなんですよね。だから大量に例えば投稿して、内容もしかもコンテンツがあるものを、提供するっていう形で、それがブログでも YouTube でも何でもいいんですけれども。そこをやらずして、ああやっぱりダメだっていうのは本当はナンセンスなんですよね。ご自身の基準値と世の中の基準値が違うっていうことは理解した方がよくて、自分がものすごく苦労して、例えばじゃあ動画を月に10本上げて、もうぜいぜい言いながら上げたとしても、世の中の
そういうのもっと上げてる人とかのレベルが、月に100本上げてる人が仮に普通にいたとしたら、全然探されないっていうことになります。だから動画だったら、例えば動画扱わない業界とかだったら、一人でこうバーンと目立つこともできると思うんですけれどもね。そういう他者とのバランスを考えながら、でもコツコツやるっていうことができないと、結局ゼロになっちゃって、またやり直しなので、時間が無駄になっちゃうんですよね。だから時間が無駄になるってことは、集客の成果が出てないのに、また次の新しいことをやってしまうので、また集客の成果が出ないことに時間を費やすことになるので、そういう人はずっとそこをうろうろしてる形で、集客できない、集客できない、私こんなに一生懸命やってるのに集客できないっていうことを言う方は、大概こうやってくださいってお願いしたのを突き詰めてやらない、自分の自己流の判断でやめてしまうとか、私が言った量を間引いてしまうとか、そういう形でこう次々にやる人っていうのは、やっぱり成果が出にくい。そしてどうしたらいいですかとか言われてもですね、いや、お願いしたことやってないじゃないですかっていう、そういう話になっちゃうんですけどね。焦る気持ちはわかるんですけれども、焦るんだったらその分量をやってほしいんですよね。で、量をある程度やったのに、もうさっぱり手応えも見えないっていうことだったとしたら、その方法じゃない方法を考えなきゃいけないんですけれども、ある程度一定の量までやりきっていただけないと、量が足りないからダメなのか、そもそもそれがダメなのかっていうのが、どっちかわからないんですよね。特に新しい新規のことに関してはデータがないので、一か八かにはさせるつもりはないんですけれども、確率論として成功が高そうっていう方法はお教えするんですけれども、その目論見通りにやっていただけないとですね、期間である程度見ていきながら次のことを考えるっていうことの、この期間に定量が必要なんですよね。だから例えばこの期間で、例えばブログ記事50本とかっていうのをやって、それでどうなるかなっていうのを見たいところ、3本しかできてませんっていうと、データが取れてないので、もうちょっとやってもらうしかないっていうと、そこがまた長引いてしまうから、その間苦しくなっちゃいますよね。だから立ち上がりの時とか、データを取るための期間っていうのは、ある程度一定の量を出し続けて、反応を、市場の反応を見ながら修正と改善を繰り返すっていうことをやんなきゃいけない時期がどうしてもある。で、これでいけるんだっていうのが見えたら、量を減らしても集客ってできちゃうんですよね。もともと昔のやったものが支えてくれたりとかしているので。だからそこがこう見えないから、手を出したくなる気持ちはわかるんですけれども、そこはちょっとこらえてほしいなっていうことはありますね。だから大概あれこれ手を出す人とかが一個一個やりきってないので、結局時間の無駄遣いみたいなケースが多いなっていうのが最近感じていることですね。で、あとまあさらに言うとですね、そもそも論のところで言うと、手を入れる場合にですね、何を優先するのかっていうところも、一つ実はアドバイスの中で判断しなくてはいけないことで、要は成果を、短期的にお金としてちゃんと入ってくることを最優先するのであれば、自分がやりたいことっていうことはあったにせよ、市場が求めることで自分のスキルが違う方面から役に立つスキルを持ってたら、それをマネタイズ、お金化してしまう方が集客も楽だし、収益も立つのが早かったりするんですよね。だから最優先事項がそれであれば、今このやりたいのは一旦置いといてもらって、集客できやすい、人から求められてお金貸しやすいものをビジネスとしてやっていくっていう、本当は選択肢とかもあります。だけれども、自分がやりたいことをやりたい、そこが例えば市場的にもう飽和状態の市場で、それでもっていうことであれば、ずらしたコンセプトとか、よりこう目立つというか、必要とされるところにニッチな状態で絞っていくとか、違う手段を本来はやらなくてはいけないんですね。だけどそこに手を入れないでおいて、いろんなこう集客手法に手を出してしまうと、ただでさえ厳しい市場の中で、層が薄い人たちを
意識が薄い人たちを集めるような、薄いコンテンツの発信とかをするとますます集客できなくなるので、できないスパイラルにはまってしまうんですよね。収益化するって決めるのであれば、気持ちの部分は一旦置いておいて、まあ、一番収益化しやすいビジネスは何なんっていうのは教室運営の中で構わないんですけど、あとご自身の得意をも含めてですね、もちろん長年やってる先生の方が作りやすいんですよ。安いんですけれども、作りやすいんですが、それを、まあ、どう組み立てていくかって、何を最優先にするかっていうのもまた、こう優先事項、時間軸の優先事項とかも出てくるので、まあ、これは戦略って言われる部分になるんですけれども、なので一緒に戦略を作っているはずなのに その戦術である部分の集客の手法をですね、勝手に変えてしまうと、まあ、自家流になってしまうので、しかも自分のペースと自分の好き嫌い、やれるやれない、嫌か嫌でないかっていう基準で、定量の方も少なくしてしまったりとかすると、当然成果が出ないので、不安だからいろんなことに手を出すっていう人ほどうまくいかないケースが多いなっていうのが最近感じていることです。ですから割り切れないのであれば、自分の好きなことをやる、趣味化することをやるっていうのは全然構わないんですけれども、うまくいけばもちろんお金かビジネス化しますし、ダメならば、まあ、赤字とかゼロベースで続くっていうことも当然あり得ます。なので一応ですね、自宅教室の運営とかでも、まあお金をいただいてやることなんで、まあ、ビジネスの端くれというか、ビジネスの一環ではあるんですね。そうすると好きだからっていう思いだけでできない部分もあります。好きだからが突き抜ければもちろんそれで OK なんですけれども、好きなんだけれども点点点、これもしなくちゃいけない、これもやんなきゃいけない、家の事情がこうだからできないとか、いろいろとこう言い訳がたくさん出てきてしまう場合には、好きの気持ちは弱いですよね。そうするとやっぱり好きの気持ちが強くって、かつ、皆さんが欲しがってる困りごと系の、レッスンないしはコンテンツを発信してる人がいれば、当然お客様の立場で考えたら、まあ、軽い気持ちで、まあ、そこまで心底っていう状態でやってない先生と、もうそれが本当に大好きで、それを求める人のためにやるんだみたいに決意してる人と、どっちを選ぶかって言ったらやっぱりこちらを選ぶことになるので、どの自分が業界領域でやっていくのかっていうのも実は重要だったりするんですね。なので、まずはね、コンセプトありきなんですけれども、まあ、そこが仮にできていたとしても、集客手段、まあ、戦術と言われる部分も、一つの成果が見えるまでやり続けるってことをぜひお願いしたいです。自分が判断するレベルでほど簡単には成果が出にくいのが SNS 集客です。出る場合もありますよ。業界領域がそういうことをやってる人が少なければ、一人で勝手にポーンって目立ってしまえば勝手に集客できる場合もある。ただ通常は地道になります。だからそれが急ぎでやりたい場合には広告を使うっていう形になるので、お金を作らなくてはいけないので、お金に割と余裕がある方だったら両方やりながらポーンと跳ねさせるっていうやり方をするのもありかなっていうふうには思いますけどね。はい。ですので、まあ、まとめると、教室集客であれこれ手を出す人ほど成果が出にくいっていう事情と理由は、ある一定量の、やらなくてはいけない継続ですね、これができていないからっていうことがまず一つあって、で結局次から次へと手を出すということは、続けようとしてたことを手を止めることになるので、全てがゼロになっていく。だからずっといつもゼロからのことを頑張ってやってるから成果が出ない、まあこの2つですね、要因としては。はい。ですので、今成果が出なかったとしても、ここも根比べな感じです。それが自分で正しい道というふうに信じられるのであれば、ある程度量と質、まあ
速度ですね。これを早めながらやっていくことで成果を早く出していくっていうことができる形でもありますのでね。そんな風に考えてみていただければというふうに思います。それでは。